はいはい、リーグ終わりました、リーグ終わりました。キャプテンキャプテン、不甲斐なかったですけど、どうですか新人、どうですか新人。そうで、まあ、僕よりあんまり飛んでなかったですけども、まあ、今回だけはしゃーなしに彼にちょっといいスタッツを譲ってあげたって感じでしたね。あ、譲った。はい、そう、まあ、あの他に、まあ、負けたメンバーもいましたけど、まあ、とりあえず来週、あ、次の最終戦頑張ってもらいたいなと思います。はい、わかりました。あ、新人。あ、新人です。新人島田豊和選手、新人です。頑張ってください。はい、キャプテンがクソ下手びっくりする。マジでマジで下手。今日風邪ひいてるから言い訳しとった。いや、言い訳しかしないでしょ、だって入んなかったら。でも今日はね、哲也さんと僕いたんでね、やっぱり目立てなかったですね、彼は。はい、藤原哲也選手、はい、はいはい、新しいチームメート。ああ、そうですね、柴田プロはいつも投げていただいてるんですけど、いつもめちゃくちゃいい出されるんで、今日はもう安心して。哲也肩いて。いや、インタビュー受けてるんで。哲也肩いて。そうですか。もうあの。いや、柴田が入ってきたおかげで楽に打てます。これを。それ誰の番？誰の番？これやった。これ。それちょっとまずいんちゃう。いや、まあ、なんか僕あの一番好きな選手で黒川智成って書いてある。悪口しか言わない。なんでやよ。もう大好きやから、黒川さん。だって黒川さんのスタンプ俺 LINE で送ったら、そのスタンプうざいからやめろって言って。怖っ。言ってない。あ、スクショして載せれますよ。やめろ。それもやめとけ。送信取り消しをしに行こう。はい、インタビュー終了。今日負けた、新しいチームメンバー入りましたけど、はい、うまいですね、やっぱり。僕は今日負けたんで、来週からこれやろうと思います。それやって落ちとるで。まあ、ちょっと今日風邪ひいてたみたいなんで、キャプテンがね、僕もう風邪ひかないように。かろうじて買ったやつ。いや、結構打ったと思うんで、僕はセーフかなと思って。かろうじてやろ。はい、負けた人、負けた人。練習します。はい、練習せよ。はい、リーグが終わって、ジャパンランキング1位。はい。はい、ジャパンランキング2位、はい、ジャパンランキング3位、はいはい、ジャパントップ3が揃ってるんで、なんかやらそうということで、体幹マシン、ブルブルマシン、ブルブルマシンに乗って3人でビッグブル対決。はい、トヨ、負けたら何かあるんですかね。え、それあんたら決めてよ。まあ、横にしよう。そういう意味ではこれちょっとこう。ああ、なるほど。こうなきゃいけない。ああ、危ない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 。豊風体感ゼロやん。いいの？不自由カップル。やばいこけそう。いいやんけ。いや、これ正面の方がいいと思う。正面にしましょう。正面の方がいい。あ、全然投げれん。正面やったらいい。出ちゃダメ。よし、順番決めてや。1位、2位、3位でいきましょう。はい、ランキング1位、2位、3位やて。カードさしましょう。じゃあ、8、3、1、はい、振動マックス99。はい、ブル
ルにも入らないな。これまだで、ま、でも誰もまだブル入ってないで。お、初めてブル入れた。なんかセパブルしましょうとか言ってあ、入れた入れた入れた。やっぱりこうランキングはね、やっぱそういう感じなんですよね。あ、声も入れた。結構揺れるわ。普通に入れそうや。大枠さんここで名前出されてると。僕マックスで広げとったら、マックスで広げたら、マックスは広げてないから、マックスで広げたらね、めっちゃ揺れるんですよ。どうでした？はい。やばないですってくれへんからさ。でもマックスで広げてるの、ウエストがやばい。わあ、すごい。うわお前、リーグ調子悪かったのによ。ランキングがやっぱり、なんかお前、ジャパンの会見にこれも出たの。あ、ちょっと電気引っ張ってこれないね。でもこんだけこのレベルが投げてこんだけブル入らんもん。はい、試合終了。結果見よう。大城選手2本、
柴田選手1本、藤原選手0本、ただし大城選手ブルも2本。柴田選手は5本、藤原選手も5本、大城ブルーも入ってないよ、まあ、まあ、イブル勝負だったんで、たまたま入ったみたいですたまたまでしょ。はい、ブルブルマシーンの対ブルブルマシーンでのビッグブル対決でした。まあ、テキラさんのテキラ豊川、それで腹へこませじゃあほっといたって腹へこむやろ。豊川ケツやばいなほんま。ルイだ乗りなさい、乗りなさい。やばありがとう。ありがとう。ありがとう。ライブクイーン。やばいな、これ。すごい。アマゾン。僕は風邪ひいてなかったらもっと入ってたんですけど。あ、なるほど。だ風邪ひいてない風邪ひいてない人に聞こう。風邪ひいてなかった一本ですけど、もうこれはもう残念としか言いようがないですね。そこは風邪ひいてます僕もって言ってほしい。なんであんな入る。はい、店にあのランキング16位来ました。ランキング16位インタビューです。インタビュー、はい、東田プロです。こんにちは。何でしょうか。今日は泣いてくれへんのですか。今日はお仕事にやってもらいました。お仕事、はい、あ、そうですか。東田プロ、お仕事らしいです。いや、カメラの前でそういうシングやってないです。なんだこれ、強かった。泣けや。泣かないです。泣けやの単語だけでいじめてる。泣けや。あ、やった、仕事頑張ってください。あ、東田プロも、ブルブルマシン挑戦。あ、ブルブルマシーン。そうそう、ブルブルマシーン。負けたら大丈夫。投げたもの難しいの。やべえ、大阪まで。チーズ。これもう勝負始まる。もうあのビッグブルですよ。ビッグブル、東田プロ、ビッグブルで。東田プロってやめたほうがいいですか。違和感がすげえですけど。靴のままでいいですか。靴のままでいいです。先行でいいですか。先行でいいですか。もう撮ってる撮ってるで。ちょっと待ってください、聞いてないですよ。僕何これ、何させられるのこれ。何罰ゲーム、ちょっとヒヤヒヤして何これ、全然ヒヤヒヤして。これどういうことですか。これ乗って投げて、うん、ちょっと痩せんの。え、痩せる。すごいブル入ってんや。持った感じのやり方も全くわからん。体感なさすぎやな。降りた時のもの。
シーン、でもこれ負けたらテキーララッパやで。なんでなの。みんなそれでやっとんで。みんなそれやってんの。それでやっていいので、もうみんなベロベロや。あ、ちょっと待ってや。ここがよかった。ジャパンランキング1位、2位、3位と16位が遊んだ相手。シードランキングラインや今。僕100ラインですね。右足に足りをかけるとすごい振動が来ます。まっすぐ立ったらこう安定するんですけど、右足に足りをかけるとプロ1本だけです。加藤プロ4本。おお、最後までご覧いただきありがとうございました。これからも面白い動画をいろいろアップしますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。